朝を迎えました、ポンちゃん。おはよう、ポンちゃん。はい、おはよう。そしてジャン君、珍しいね、そこ。あ、孫にママさんを迎えに行ったついでか。今日の天気予報ではですね、気温が28度、結構暑いですね。それに、湿度が90何%っていう風になっていました。90何%ってほぼ水の中じゃんね。危険を感じましたので、エアコンをつけました。まだそんなに暑くないんですけどね。ジャン君、ポンちゃん、快適に過ごしてください。ジャン君。今ご飯ないね。これからだよ。今作ってくれると思うけど。少し寝てたら？泣いてば。ないでしょ？こっちにあるよ。ほら。よいしょ。下に置いてあげようか。あいで。そこで食べるの？お持ちしましょうか。はい、だな。違うのかい。新しいの入れてほしい。まだね、マオイママさんご飯食べてんだな。もうちょっとしたら来るからね。お皿だけを取ってる。本当？ジャン君、そろそろご飯もらえるよ。寝てはるよ。さっき食べに行ったらなかったでしょ。うん、なかったな。一応私の持ってきた場所にもあるんだけどね。あ、それを出したらね、いらないっていう。あ、そう。多分プライドが許さない。あ、そうなんだ。ジャン君、ご飯を食べています。弟。いい音。邪魔でした。ごめんなさい。ごめんごめんごめん。はい。はい。はい。足に挟まれて撫でられるとこんな声を出します。はい、はい、なんで足に挟まれるのが好きなんでしょうか。はい。
ポンちゃん。